トゥ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 。皆様おはようございます。女子生き物ラボのゆうきよさんだ。ということでですね、今回はリクガメと暮らす爬虫類女子のモーニングルーティンを撮っていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。まず最初に起きたらですね、もうすぐ起きたらすぐリクガメさんにかけているタオルを取ってあげます。そうするとね、リクガメさん喜びます。嘘です。次にライト類を点灯していきます。実家にはナミビアヒョウモンリクガメ、キアシリクガメ2匹、アオカナヒビ3匹がいるので、朝起きたら点灯していきます。まあ、結構爬虫類の状態とかにもよるので、タイマー設定はあえてしてないです。リクガメたちの様子を見つつライトを点灯していきます。だいたいね、キアシはねもう起きてるんですよね。こんな感じ。こっちがキアシの竹ですね。でこっちがキアシのノリ、キアシノリ&竹ということでやらせていただいてあります。次にご挨拶ですね。ご挨拶をしっかりとします。これはね、もう大事な、もう作法の一つですよね、ご挨拶。こちらをしていきます。で今映ってるのがナミビアヒョウモンリクガメのランド君。かわいいですね。ナミビアの特徴としてはバブコックよりも結構甲羅の高さが低くて、首のあたりに黒い斑点があります。いやー、ナミビアは渋くていいですね。大好きなリクガメです。ちなみになんですけど、ランド君のケージこんな感じです。シェルターはあえて入れてないです。 UVB、UVA、保温球で、床にパネルヒーター入れてます。この段結構床寒くなるので、そんな感じです。あと水入れ、床材はベッドシーツですね。ランド君、朝ランド。さん、はい、次にボソボソ喋り出したカナヘビさんという言葉ですね。こちら青カナヘビさんのケージになります。まあ、しっかりね、青カナヘビさんたちにもご挨拶をしていきたいなと思います。まあ、礼儀ですからね。こんな感じのケージになってます。ちなみにこの青カナヘビさんたちは奄美大島の CB になりますね。なんかね、地域的にちょっとね、やっぱ違いがありますね。沖縄産っていうのはオスとメスの色の差っていうのがはっきりしているんですが、奄美大島さんはちょっとね、分かりづらいっていうのが特徴ですね。ちゃんと総排泄口の膨らみとかを見ないと分かんないですね。ライトはマイクロサンの28ワット使ってます。かわいい。あら、かわいい。シェルターの中入っちゃいました。あら、かわいい。基本的に朝起きたらカメの状態を見て、こんな感じでね、見ていってあげて、でまあカナヘビさんの状態とか、水はちゃんとあるかなとか、湿度状態とか、そういうのを、全部のケージ見ていきます。で次に、本当は餌作りなんですけど、いつもだったらちょっとね、時間がある日は先にご飯を食べさせて、少し食べたところで温浴をさせて、でまた食べさせて、で夏だったらね、もう私の実家の庭は人工芝になってるんで、そこで歩かせてるんですけど、もうちょっと寒いし、で今日ちょっとね、朝から時間がないので、時間がない日のモーニングルーティンって感じになっちゃうんですけど、まあ時間がない日はこのまま置いとくんじゃなくて、もう温浴をさせちゃいます。なので今から温浴にこの子たち連れて行きたいなと思います。
方ぐらいですかね。目覚めのお風呂。頑張れ。次に気足。頑張れ。はい。わちゃわちゃ温浴大運動会。木足ではさ、性格が全然違くてさ、こっちは木足のノリ、こっちは木足の竹なんだけど、こっちはね、もう突進するタイプなんですよ。こっちはちょっとね、様子伺って頭で考える方で、こっち多湿系の亀で、こっちは乾燥系の亀なんですけど、もう腕の肉付きとか足の感じ、太さとかも全然違くて、そこもね、この多湿系と乾燥系を両方飼育する面白さかなと思います。ランド君めっちゃいい豹紋柄になってきた。ごめん、めっちゃ綺麗な豹紋柄になってきたよね。ここね、ランド君はナミビアなので、バブコックと違ってちょっと甲の高さがね、低いんですよね。で、割とダークですね、色が。すごい渋くて綺麗な色になってきた。いいね、ランド君頑張れ。頑張れ。って言って、しばらくちょっと温浴をさせます。その間に、餌を作っていきまーす。はい、じゃあランド君のご飯作りしていきまーす。餌皿に使ってんのが、結構ね、質問いただくんだけど、これなんだよね。これダイソーの多分、なんとかアルミトレーとかなんかそういう感じで、言ってた気がする。子亀にはめちゃめちゃちょうどよくって。あ、めっちゃ映ってる。やっほー。これね、子亀にはめっちゃよくって、ここのね、深さとかも、なんかこう、転ばない深さだし、ここでね、こう、こんもりこういう感じで塗る感じなんで、なんかすごくね、食べやすそうで、このお皿はね、めちゃくちゃいいなと思いました。冷やし用と、ランド君用っていう感じで、今回作っていきたいなと思います。今回お野菜が、寒くなってきて結構ね、水分量とか取ってほしいっていうことで、まずベースに小松菜と、まだ小亀なので根菜しっかり入れていきます。人参、水分を補給してもらうためにトマト、この3種類を使っていきます。普通の人はね、みんなね、このお野菜を、この3つのお野菜をトン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 って包丁でこう切っていくと思うんですけれども、私はですね、包丁じゃ正直ね、子亀にとっては食べづらいと思うのね。やっぱり大きい歯を、それだけでもやっぱり労力使っちゃうし、食べづらいだけで、人間もそうだけど食べたくなくなっちゃうじゃないですか。なので、うちではね、これを使っているんです。じゃーん、こちらですね。こちらのブンブンチョッパーを使ってるんです。これはね、めちゃめちゃいいんですよ。やっぱりね、もう食べづらいっていうのは本当に一番食欲が落ちる理由だと思うんで、これで細かくしてあげて、しっかり、ご飯を食べてもらうという方法を取りました。イエイエイウォーウォー。じゃあこの中に、お野菜をまず入れていきます。人参は結構細かくなりづらいので、もうそのままこう入れるんじゃなく、これに入れる前に、このね、ピーラーを使って、これで、こうやって、もうこう何枚かこうめくるわけよ。これを、もうこの中に入れるんです。結構ね、いい感じに、亀も食べやすい細かい人参ができます。これらを、ブンブンしていきまーす。これがね、楽しいわけよ。わかる？でも朝の体には効くわけ。いきまーす。よし。はい。できてる。
こんな感じ。これを分けていくんだけど、その前に、あれ今日人工飼料ってどっちいるっけ？今日人工フードどっちいる？人工フードってキヤシ？はい、今日は人工フードキヤシらしいので、ボール。ここに、キヤシって入ってる。で、キヤシが使ってるフードは、基本的にこれ。ジクラのジョジョフードの、雑食系のシロッコのやつ。まあ、2匹の子ガメなんで、こんなもんかな。これぐらい入れてふやかします。はい、フードができました。ちょっとね、潰していく。そしたら、キヤシの方は、さっきの、刻んだお野菜、この中に入れちゃいます。立ち上げが大変です、難しいんですっていうお声をいただくんですけど、その時は好きな食べ物、例えば人工フードが大好きだよっていう子は人工フードを毎日入れてもいいから、立ち上げを優先してあげた方が私はいいのかなって思ってますね。結構なんか人工フードはあんまり与えすぎに良くないって書いてあること多いんですけど、そのあげるあげない以前の問題で、そもそもねご飯を食べてくれなかったら意味がないんですよ。だから私は結構ね、立ち上げの時はフード使っちゃったりしてますね。キヤシはこんな感じでフードと一緒に混ぜて、こういう感じでねもうぐちゃぐちゃになってるんだけど、これが美味しいらしいの。はい、次ランド君。ランド君は今日ねこのまま、明日なんかフードの日みたいですね。フードはマズリを使ってます。ランド君の方が気持ち多めですね。思うのが乾燥系と多湿系の違いというか、やっぱり乾燥系の方が食に貪欲な気がしますね。はい、オッケー。そしたら先に温浴してるランド君たち。はい、温浴してるランド君が出てました。じゃあそろそろあげたいなと思います、この子たち。はい、頑張った頑張った。はい、オッケー。ランド君は寒いのでね、こうやってしっかり石で拭いてあげてます。キヤシ、こっち、ランドくんなんですけど、これの上にカルシウムパウダーかけるんですが、私は亀屋さんのスペシャルフード、スペフーですねを使ってます。スペフー、こんな容器 に入れてこうかけてますね。リクガメさんは甲羅が命なので、しっかりカルシウムは振ってきます。はい、これをあげてきます。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はリクガメと暮らす24歳の女のモーニングルーティーンを撮ってみました。ご飯の作り方なんかはすっごく参考になるんじゃないかなって思うので、皆様ぜひやってみてください。
最後まで見ていただきありがとうございました。面白かったな、参考になったよって方はチャンネル登録、グッドボタンお願いしやす。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。